吉村明、1927年、昭和2年5月1日から2006年、平成18年7月31日は、日本の小説家。東京、日暮里生まれ。学習院大学中退。1966年、星への旅で、太宰治賞を受賞。同年発表の、戦艦武蔵で、記録文学に新境地を開き、同作品や、関東大震災などにより、1973年、菊池寛賞を受賞。現場、証言、資料を周到に取材し、緻密に構成した多彩な記録文学、歴史文学の長編作品を次々に発表。日本芸術院会員。小説家、津村節子の夫。東京府北豊島郡日暮里町小字谷中本。現在の東京都荒川区東日暮里に生まれる。父吉村隆作、母清次の八男。父は、百貨店や、寝具店への卸売や、鉱山などに納入する、布団綿を製造する工場と、綿糸紡績の工場の経営をしていた。明が生まれた時、吉村家の事業は順調に推移していた。家は平屋建てで、物干し台がついていた。住み込みの工員もいて、母は大家族の料理をあつらえた。吉村家には文学的な雰囲気はなかったが、兄たちの中では3番目の兄英雄が、明が中学校に入る頃から小説に興味を抱いたらしく、芥川賞、直木賞受賞作の単行本などを買って読むようになった。1934年4月、東京市立第4日暮里尋常小学校へ入学。1940年4月、私立東京開成中学校に入学した。在学中に家庭教師、東大法学部3年生の指導で、岩波文庫などの古典日本文学などを読むようになり、読書の楽しみを知る。また、中学2年生の時、ボートレースと題する作文が校内雑誌に掲載された。寄せがよいを好んだが、戦時下にあり、補導員の目をかいくぐりながら、鈴本演芸場、人形町末広、神楽坂演芸場へ通った。六幕演や配信順で欠席が多かったが、1945年3月、戦時特例による繰り上げ措置のため卒業できた。しかし教練の成績が悪かったため上級校に進学できず予備校生活を送る。1944年に母が子宮癌で死去し、1945年12月に父が癌で死去する。1946年、旧制学習院高等科文科校類に合格するも、両親がなかったため将来の就職のことを考えて、理科志望に転じ、学習院の入学式には出席せず、岡山市の第六高等学校理科を受験したが、失敗、再び予備校に通学する。1947年、旧制学習院高等科文科校類に入学する。岩田九郎教授に指示して、俳句を作る。1948年1月5日に喀血し、同年9月17日、東京大学医学部附属病院分院にて、胸郭整形手術を受け、左胸部の肋骨5本を切除した。この大病が元で、旧制学習院高等科を中途退学する。療養生活を経て、1950年4月、新制学習院大学文政学部文学科に入学する。文芸部に所属し、放送劇を書く。この頃から作家を志望するようになる。一方で、部費捻出のために、大学寄席を催し、古今亭新章を読んで好評を博した。1952年、文芸部委員長になり、短編を、学部衆院文芸会賞、赤会に発表する。川端康成や梶井基次郎に傾倒する。同年7月11日、岩田の紹介で、他の文芸部員4人と先輩にあたる三島由紀夫に、甲川で書房版の、仮面の告白署名入り単行本を送られた。創作に熱中して講義を受けなくなった上、必修科目である体育の単位を取るだけの体力がなく、さらに学費を長期滞納していたため、1953年3月、大学を除籍となり、三兄の経営する紡績会社に入社するも、同年10月末に退社したただし大学については後に学費を追納した上で、寄付金を納め、除籍ではなく中退扱いとなった。11月5日、文芸部で知り合った北原節子、後年の小説家、津村節子と結婚する。繊維関係の団体事務局に勤めながら、庭文友主催の同人誌、文学者、小田仁次郎主催の同人誌、Z などに短編を発表する。1958年2月、短編集、青い骨を自費出版する。6月、週刊新潮に短編、密会を発表して、商業誌にデビューする。1959年1月、鉄橋が第40回、芥川賞候補に、7月に、貝殻が第41回、芥川賞候補に、1962年、透明標本が第46回、芥川賞候補に、同年、石の微笑が第47回、芥川賞候補になるも受賞を果たせ、1965年に、妻の津村節子が受賞した。この間に、受賞の知らせを受けて、自動車で駆けつけると間違いだったということが起きている。私の文学漂流より、1966年に星への旅で第2回太宰治賞を受賞する。この年、長編ドキュメント、戦艦武蔵が新潮に一挙掲載されたことで、ようやく作家として立つことになった。1972年、深海の使者により、第34回文藝春秋読者賞を受賞する。1973年、戦艦武蔵、関東大震災など一連のドキュメント作品で、第21回、菊池寛賞を受賞する。1979年、フォン・シーホルトの娘で、吉川英治文学賞を受賞する。1985年、冷たい夏、暑い夏で、毎日芸術賞を、破国で、読売文学賞及び芸術編賞文部大臣賞を受賞する。1987年、日本芸術院賞を受賞する。1994年、天狗騒乱で、おさらぎ治療賞を受賞する。1997年、日本芸術院会員になる。2003年には、妻の津村節子も会員となっている。日本文芸家協会理事。日本近代文学館理事、日本芸術院、会員、1997年12月15日付発令、2004年から2006年まで、日本芸術院、第2部長。2005年春に舌がんと宣告され、さらに PET 検査により、膵臓がんも発見され、2006年2月には、膵臓全摘の手術を受けた。退院後も、短編の推敲を続けたが、新たな原稿依頼には応えられなかった。同年7月30日夜、東京都三鷹市の自宅で療養中に、看病していた長女に、死ぬよと告げ、自ら点滴の管を抜き、ついで首の静脈に埋め込まれた、カテーテルポートも引き抜き、数時間後の7月31日午前2時38分に死去。79歳だった。以降、死に顔は、新潮2006年10月号に掲載された。墓所は、新潟県南魚沼郡湯沢町の大野原墓園。初期の作品は死をテーマにした緻密な光景描写の短編小説が多く、その中で、星への旅は、太宰治賞を受賞した。その後、戦艦武蔵がベストセラーとなり、歴史小説作家としての地位を確立した。歴史小説では、戦艦武蔵にも見られるように、地道な資料整理、現地調査、関係者のインタビューで、緻密なノンフィクション小説、記録小説と呼ばれを書き、人物の主観的な感情表現を省く文体に特徴がある。NHK のプロジェクト X、挑戦者たちをはじめ、TV 番組の原作や題材に用いられることも多く、題材も江戸時代から現代、昭和中期までの事象や人物を対象としていた。また、海を題材にした歴史小説を多く書いており、徹底した史実調査を行っている。戦艦武蔵に橋を発する近代日本戦史を題材とした戦記文学というジャンルを確立したのは吉村であとも言われており、史実と証言の徹底的な取材と検証、調査をもとにした事実のみを描いていたが、1980年前後を最後として近代以前の歴史作品に軸を移すようになった。これを吉村は自筆年表で多くの証言者の高齢化による死を理由に挙げている。事実を見据えた実証的な作品が書けなくなったことで、戦史を書くことはなくなった。1980年以降に次々と発表されたものは、近代以前の俗に歴史ものと呼ばれる作品群であったが、磯田浩一は彼ほど史実にこだわる作家は今後現れないだろうと言っており、フィクションを書くことを極力避け、江戸時代のある土地の特定年月日における天気までも、旅商人の日記から調査して小説に盛り込むということまで言っている。ただ、フォン・シーボルトの娘に関してはあまりに創作部分が多く、近年のシーボルト研究の中で現在は完全なるフィクション本として扱われている。また、当時の文壇では珍しい側筆の作家としても知られていた。ある時、吉村と池波正太郎が、僕たちはいつも原稿が早いので、それが当たり前になって編集者がありがたがってくれない早々。だから原稿料も安いと話したことがある。担当編集者が締め切り日に彼の自宅に赴くと必ず金庫の中には完成した原稿が用意されていた。学習院大学にて文芸部委員長を務めた際には同人誌発行のため奔走した。同人誌の費用を賄うために落語研究会を発足させ、五代目古今亭、志ん生らを招いて興行を行っていた。当初は学習院側から講堂の使用許可が下りなかったため、院長の安倍義成の自宅を訪ねて、直談判し、使用許可を取り付けている。興行のチケットは文芸部の部員が販売したが、部員の一人が交代し、昭仁親王にまでチケットを販売していたため、興行当日には昭仁親王も観客として来場した。なお、日本の大学において、落語研究会が設置されたのは、この時が初めてだとされる。吉川英治文学賞、オール読み物新人賞、大谷総一ノンフィクション賞、新田次郎文学賞、太宰治賞、おさらぎ治療賞の選考委員を務めた。病魔に侵された晩年を、いわゆる尊厳死の形で終えたことは関係者に大きな衝撃を与えた。夫人は、本人は考えた上でのことだろうが、家族にとっては突然のことだったと振り返っている。没後の2011年に発生した東日本大震災の後、三陸海岸大津波が再評価され、新たに多くの読者を獲得したことが話題となった。出身地の荒川区は2017年3月26日、吉村明記念文学館を備えた複合施設、ゆいの森荒川を開設する。三鷹市は吉村の書斎を自宅隣の井の頭公園内に移築し、2019年4月に公開する予定である。以下は没後刊行、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。